じゃあこんにちは。はい、今日は、はい、森友人に問題を出す。あ、そうなんですよ。何も私ね、ネタを聞かされてないんで。そうだろう、はい、で、まあ、ご覧の皆さんも、はい、ちょっと一緒に考えてほしいということで、クイズ、これはね、はい、あのタイトルに、はい、関わらないけど、うん、リーグトップ非タイトル各部門の、それのトップ者、例えば三冠王とかそういうことじゃない？あ、もう全くない、違う。まあ例えば、はい、例えばね、非タイトル、うん、最多ギダは誰みたいな、セリーグで。あ、最多ツーベースってことですか？いや、ギダ。あ、最多ギダか。そうそうそう、ギダ誰？バント？これはまあもうジャブ程度だからね。これジャブ？ジャブ。え、セとパーどっちですか？セリーグ。セリーグの今までのですか、歴代の？いやいや違う、2020年。あ、去年。え、去年いっぱいバントした人誰なんだろう。お前時間だけ過ぎるからな。いや、ちょっと待って、今ね、一瞬ね、河井さん、時間稼ぎはやめろ。河井さんって言おうとしたんです。河井は古いだろ、お前。去年プレーやってねえじゃないじゃん。もうやってないんですよ、ね、やってねえ。すいません。去年いっぱいバントした人。はい。ちなみに何本ぐらいギダしてます？ギダはね、意外と少なくて16本。あ、バント自体少ないな、去年。え、16本？松本もいないし、なんで古いのしか出てこないんだろう。ヒントください。ヒント。ヒント、はい、まあやっぱり2番打者だとか、はい、そういう非力なバッターが多いよね。非力なバッターあ、もうね、古いのしか出てこないんですよ。片岡さん。いや、もうこれジャブ程度だから、もう見てる人はもう何やってんだ森藤って。お前みんな分かってます。お前勉強しろよっていうような感じになってる。みんななっちゃってる。巨人ですね。はい、誰？巨人で誰が？ちなみに、はい、このランキング5位まで出てんだけど、はい、ね、はい、巨人は一人もいない。うっそ。本当。ということは絶対 DeNA もいませんね。うん、いない。どこだ？広島？はい、広島でバントした人いますかね。はい、菊池。はい、ね、もうこれ時間かかりすぎる。すいません、ね、菊池、はい、京田、田中康介、大島、近本、この順番だよ。あ、広島と中日ですか。が多いよな。いや、多いですね。京田選手やっぱバッティングに苦しいんだよね。だからその分細かい作業が多かったということが言えるんだよ、去年ね。と、あとは一塁に誰かが出てたっていうことですよね、はい、うん、そうだね。いなくて自分でってことじゃないってことですね、このパターン。まあ言い訳はいいから。ごちゃごちゃ。さて、はい、それでは問題です、はい、最多二塁打は誰？さっきの言ってたツーベースですね。はい、ツーベース。巨人ですね、これは。はい、誰でしょう。坂本選手。あ、坂本が5位、28本。5位で28本。ツーベースですよね。よく言ったから、はい、2塁まで走ってる姿を見る。ツーベースっていうのは、はい、まあ、ヒントを与えると好打者が多いんだよ。好打者、いいバッターってことですね、はい、ヒントください。まあ、ヒントだらけじゃねえか。クリーンナップですか。まあ、何クリーンナップ。まあ、大体打てる人がいるのがクリーンナップだよね、はい、ということは優秀なバッターたちがいるということだよね。1位巨人ですか。1位巨人。岡本。違う。丸がね、最多の31本。丸、はい、2位は2位ですか、うん、2位は DeNA ですか。違う。巨人。 DeNA は4位の梶谷、うん、あ、そうそう、梶谷選手かなって思う。が29本。あとね、2位が2人いて、はい、これ同じチームなんだよ。どこよ、中日？違う。阪神。中日は打撃で苦しんでるからね。そうですよね。阪神もそんなに打てるバッターがいるわけじゃない。じゃあやっぱ巨人ですか。違う。巨人がツーベースばっかり打ってどうすんだよ。そうですよね。え？わからない。ちょっと待ってください。お前。ヤクルト。もう誰？2人。青木。と山鉄？バカ野郎。村上。30本。すごい。だってホームランのあれ、このね、二塁打のこの5人いたじゃない、はい、その特徴がやっぱりね、3割打ってたり3割近く打ってるバッター、やっぱね、ツーベースっていうのは、はい、そういうこう条件が整わないと、はい、この5番目に入ってこない。あと足もある程度は、まあ、速くないと。まあ、ある程度でいいんだよ、ツーベースはね。これ三塁打になってくるとまた別になってくるんだけど。そうですよね、うん、三塁打だと。そうなの。分かった。分かりました。はい、次。何を分かったんだろうか。じゃあピッチャーいくよ。ピッチャー、はい、いいですよ、
これはね、分かると思う、うん、被打率ランキング一番ヒットを打たれてないのは誰、被打率だよ、率だよ、一番本数じゃないよ、ヒットを打たれてないランキング、うん、ランキング、はい、これだって防御率とは関係ないもん、だから被打率だからですよね、打たれない確率だから、打たれない確率です、はい、1位は誰、大野雄大で、2位は当たってるんだ、2位、うん、2位はあれですよ、広島の新人王を取った森下どうしよう、森下は4位、4位、被打率2割3分1厘、やっぱ少ないな、うん、少ない、大野雄大投手は合ってます、1位合ってない、合ってない前半が悪かったからですよ、ね、うん、可能性はあるよな、なんか三振ばっかのイメージ、だからお前ポンと出てくるだろう、被打率が、被打率打たれてないピッチャー菅野、そうだよ、菅野が被打率が1割9分6厘、大野は2割飛んで3厘、ね、はい、3位は、1位が菅野投手、2位が大野、まあ、3位が、森下投手は4位ですよね、うん、いるだろう、いるいるだろう、いいピッチャーが、西勇輝投手、ああそうだ、これ全部タイトルに絡んでる人たちが多いですね、やっぱ被打率って、そうだな、はい、で4位、それでこの特徴がやっぱり防御率に反映されるんだ、やっぱそっか、だから防御率が菅野が 1.97、はい、大野が 1.82、はい、ね、森下が 1.91 とか、うん、ね、そういう風なランキング、なるほど、なるほど、わかりましたか、わかりました、面白いな、はい、すごくね、はい、じゃあ、はい、いくよ、はい、基本塁打、ホームランを打たれてない、一番打たれてない、確率として一番打たれてなかったピッチャーは誰、菅野投手、お前は単純だちょっと待って、菅野は入ってない、あ、入ってるか、3位ね、これ入ってますよ、3位、3位、だって打たれてるイメージ、ホームランあんまイメージないんですよ、でもね、その打たれてない人より倍打たれる、まあ投げたイニングもあるけど、菅野は8本打たれてる、その1位の人は4本しか打たれてる、4本しかですか、大野雄大投手、大野は5位、うん、ちなみに13本打たれてる、打たれたのか、うん、じゃあもう森下投手か西勇輝投手、森下はね、惜しい、2位、あ、いや、6本打たれた、でも1位がいるんだ、これは絶対出てこない、お前には、西勇輝投手ではないんですね、違う、私には出てこない、うん、これ先発ですか、中継ぎですか、先発ですよね、先発ローテに守ってました、今年守ってる、まあヒントは変則、出てこない、絶対変則、うん、変則で、頭が俺みたいに薄い、ひどいじゃないですか、これで当てたら、私、いや、いいじゃん薄い、うん、ベテラン、ベテランでもないけど、ベテランじゃないけど薄いんですよね、薄いで、薄くてベテランじゃなくて変則、かわいそう、かわいそうです、いや、そこまでは言わないけど言ってまあ、いや、そうかこれ、いや、出てこない、なんて、このヒントで見てる人は分かった、多分分かった、青柳、阪神、そうそう、髪の毛薄いんですか、薄いで、まあ、お前はそうだ、もうそこは触れるなよ改めて聞くな、言えないな、はい、ね、俺が言うのはいいけど、わかった、青柳投手すごいですね、うん、何がすごいんだよ、打たれない率、あ、そうそう、打たれない率、だから変則ってやっぱ得なんだよ、やっぱ変則は取っておくべきですね、各チーム、はい、まあ、これはね、うん、簡単、んセリーグ、これは表彰の対象にならないからあえて出すけど、四球ランキング、はい、一番フォアボールを取った人、四球、フォアボールを取ったバッターですよね、あ、見極めてよく塁に出ると、そうそうそう、選球がいいってことです、ね、そうそうそう、あとやっぱり特徴的には怖いバッターも、これは出てこなきゃダメだろう、ヤクルト、お、青木、いや、青木はね、4位、あ、4位、62個、え、でもヤクルトで打ってきたってことはヤクルトの選手だ、でしょ、なんだよそれでしょって、なんかお前なんか助け求めるようにでしょうじゃねえんだよ、でもヤクルトで、はい、違うな、ヤクルトじゃないな、いっぱい見て出た人、じゃあひ、まあ、1位だけ当てろ、はい、ね、4位坂本勇人62個、そうなんだ、ね、まあ、青木と一緒だね、はい、で3位が丸63個、うん、2位が鈴木誠也72個、うん、はい、トップは、トップですね、10個以上の差、これは分からなきゃダメだ、ダントツですね、じゃあパリーグだったら例えば近藤選手とかね出てくるんですけど、うん、
セリーグセリーグだって。何言ってるの。だって出てこない。セリーグってそんなにフォアボールをちゃんと見極める。時間がかかるわ。もう見てる人イライラしてるから。見てる人分かってる。お前そのフォアボールはこいつだろっていうのは分かる。巨人は 1,2 番コロコロ変わってたんで、ピョンジンではない。何言ってんの。 1,2 番コロコロ変わってたからそんな個人的にお前フォアボールは取るもんだから打順関係ないけど。巨人ではない。正解。いや正解ちょっと違う。巨人じゃない。怖いバッターって言ったらホームランバッターとかいるだろ。はいね。村上。まあ当たり当たりだけど、お前その自信なさげな。ダメ。村上選手なんですか、フォアボール。そうそう。あ、まあそうか、怖い。ちなみに、はい、87個。あ、すごい。でしょ。はい。すごいでしょ。まあ敬遠ということもありますもんね。あ、まあ怖いバッター。さあ行くぞ。はい。最多三塁打。当てた。スリーベースですね。うん。これ村上。ヤクルトの。今何の根拠で。すいません、それはあれでしたね。なんか一等二等。何がいい したよ、ヤクルトの村上選手。すみません、それ盗塁と間違えてましたね。スリーベース。はい。これは足の速い選手ですよ。うん、足が速くて条件的に言えば、うん、これヒントだけど、うん、DeNA の球場ってどうよ。狭いから走れる。狭いだろ。走れない。走れないっていうかチャンスは少ないよね。中日だ。おお、来た。大島。違う。中日だ。いや、京田選手でもないな。平田選手でもないでしょ。中日、中日、あのおじさん。誰だ。おやすさん。おじさんって誰だ。やだな、なんで出てこないの。おやすさん、うん、クリーンナップ打ってる。中日じゃない。え、誰だよ、おやすさんって。あれですよ、顔が。お福田福田周平。あー、高橋周平。周平、いや違います。高橋周平選手はあんまり足よ、はい、速くないです。阿部。あ、マスター。はい、マスター、マスター。マスターもそんなに足速くないし、マスターも息切れちゃう結構いますねでも中日ですよ、だってあんだけ広いんですもん、うん、います。じゃあ誰だ。高橋周平は足は違う。いるだろ、足の速いのが。中日にですか。うん。京田選手は違う。違うの。京田7本。あれ結構なんで違うんだよ。え、なんかね、そのイメージがなかったんですよ。いや、だから打率が低いからな。あ、すごい。だから二塁打は打率が高い人が多いけど、三塁打って必ずしも打率とは関係ないんだよ。え、ちなみにたまたま当たっちゃったんだよ。そんなこともないと思うんですけど。だから京田、はい、2位が大山。あ、阪神ね。大山と近本が5本で並んでて、あ、3人並んでるわ。田中康介で、菊池が5位と4本。まあ広いとこですね、球場は。まあまあそうだね。DeNA と東京広いとこと外野手がある程度前に来る人。あー、そっか、それで。ああ、そうそうそう。あのフェンス直撃とか打ったりしてってことですよね。そう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 。なるほど。ね。これ皆さん分かってるのかな。分かってるよ、絶対分かってる、見てる人たちは。コアな考えから。まあ、さて、三振が一番少ないランキング、うん、バッターですね。バッター、これは俺はもう一発で当てたけどね。ゴロでもいいんですよね、別にね。え、ゴロでもいいんですよね、三振をしてなければ。そう、三振じゃなかったけど。三振の率が一番少ない人。特徴的には何で、ちなみに2位が48個、はい、で、トップの人間は29個、はい、約20個差だよ。ダントツで三振しないんだ。で、29しか三振しないんだ。すごい。これって、なんか特徴あるんですか、うん、その選手たちに。特徴、はい、特徴はね、ボールをね、ある程度引きつけられる人。あ、坂本選手。頭に浮かんで、ね、その名前を坂本しか知らないみたいな言い方やめてくれる。結構引きつけて、巻きつけてというか、独特な。引きつける選手。この1位の方もかなり引きつけますか。いいですか、はい、5位がエスコバ、ヤクルト。あ、豊さんはもういらないって言ってたエスコバですね。そうそうそう、まあ、1本しかホームラン打ってないからねで、3位が2人いて、はい、青木51個、大島51個で、2位がこれ意外なんだよ。2位意外、なんで意外なんだろう。これはね、ビシエド。あ、中日ですか、うん、やっぱね、でもね、引きつけるんだよ、ボールをね。あ、すごいですね、うん、48個だからあんまり三振しない。なんでしないってことですよ、ね。まあ、初球からも打ちに行くけどね。はい、1位は誰。1位の特徴的な選手は誰ですか、うん、聞いてんの、答え誰ですかじゃねえよ違います、
ヒント、どんな選手なんですか、その人は。いや、ボールを引きつけて反対方向にうまく打てる人。顔は動物に立てると誰に。動物は、まあ、クマさんみたいな、アライグマみたいな感じ。岡本選手。なんでだよ、岡本は全然、ジョニー・デップでしょ、岡本は。自分で言ってるから。本当ですか、うん、そう、俺が言ってるんじゃない、自分が言ってるから。クマちゃんみたいな、うん、まあ右バッター右でクマ、まあ行くか、もう出ない、出ないですね。宮崎 DeNA の、うん、あれ昔から三振しないバッター。あ、そうなの。ボールを引きつけるから。あ、すごい。そうそうそう。あ、これはもう出てこなかったです。やっぱね、三振をしないバッターっていうのは、はい、やっぱ前に飛んでるだけに そこそこのやっぱり率は残してるということ。そうですね、うん、あ、宮崎選手なんだ、これもかった、ね、はい、ラストいきますか。ラストね、はい、うん、そうだな、面白いな。いや、もういいやもういい、分かった。今度パリーグになっちゃうから。あ、じゃあ次回パリーグやりましょう。そうそう、その中で、はい、各バッター各部門でいろいろ出てきたでしょ、はい、ね、うん、お前覚えてるかどうかわからないけど、はい、このバッターで、うん、やっぱ見ていくと、うん、優秀なバッターがやっぱ一人出てくるんだよ、うん、え、誰だろう。これ次回ですか。いや、次回じゃねえ、今日ですか。どうだ、当たり前だよそれがオチだから。あ、そう、これ何問題出してオチがなかったら何ちゅう番組やって言われる。そうですね、オチだけ次回っ、やっぱね、これ見てて分かったよ、改めて。あ、やっぱいいバッターだな、いいバッターなんだなって思った。誰ですか。青木。すごい、やっぱり三振も出てくるし、ツーベースも出てくるし、はい、ね、そういうことで各部門にある程度顔出してくるんだよ。フォアボールもそうだし、はい、だから青木ってやっぱり執念深く打席に入ってんなと思うよね。私、ベテランになってもやっぱり一戦で活躍できるとか、こういう選手だからってことですね。だから青木の凄さをこの数字を見てね、はい、改めて分かった、はい、ね、皆さん分かったかな。そうですね、多分お前よりは分かった。まあそうでしょう、はい、